新潟市小針野球場は新潟県新潟市西区にある野球場。施設は新潟市が所有し、新潟市開発公社が指定管理者として運営管理を行っている。昭和時代初期、新潟市一番堀通の白山公園内に整備された白山総合運動場内には1936年に竣工した新潟市営白山野球場があった。 かつては、プロ野球が開催されたほか、高校野球、社会人野球など、アマチュア野球も行われてきたが、1964年の第19回新潟国体ではすでに老朽化が著しく進んでおり、また、メイン会場の県営新潟陸上競技場と近接していることから、安全面を配慮して、競技施設としては使用せず、競技場で行われた開閉式の際、選手、 関係者の待機場所として使用された。そして、国体閉幕後の6月16日、新潟地震で被災。周辺は埋め立て地であったことから液状化現象が発生して、フィールドは粉砕や崩落を起こし、スタンドも損壊するなど大きな被害を受けた。白山球場は震災直後にはヘリポートとして使用され、また復旧の間は、 新潟市立白山小学校の仮校舎用地として使用され、フィールドには仮設校舎が建設された。その後、県は全国各地から寄せられた義援金と復興支援金の一部を活用し、市内で不足していたホール施設を整備する構造を打ち出した。その後、検討を経て、震災記念館を建設する方針を固め、1965年4月5日に、 建設予定地を白山球場の敷地とする方針を内定した。すでに市内では国体に合わせて1963年に竣工した新潟市エイトリアの野球場の供用を開始しており、老朽化した白山球場は廃止しても支障がないというのが大きな理由であった。しかし、県内の野球関係者と県新潟市議会の革新派は競技施設が減少することを危惧し、 猛反発を示した。結局、市が大対策として、郊外の小針地内に新たな野球場を整備する方針を示したことから、事態は収束し、白山球場は廃止。県民会館は1967年に竣工した。こうした過程を経て1970年に竣工したのが、現在の小針野球場である。 建設の目的が、アマチュア野球の競技施設数の維持ということもあって、収容人数は5000人規模に抑制され、外野スタンドは設けられなかった。開催されるアマチュア野球も現在に至るまで、高校野球や少年野球などが中心で、プロ野球は会場以来、NPB、ベースボールチャレンジリーグも含め、開催実績はない。しかし1970年代以降、 もともと水田と田畑が広がっていた周辺では、急速に宅地化が進行した。建設の際、施設周辺に、園地、緑地を広く確保しなかったことが、あだとなり、近年は駐車場の不足、周辺の民家への打球の飛び込み、応援の騒音など、周辺住民や利用者、観客からの苦情が出えない。また施設、設備の老朽化、陳腐化も著しく、 運営上の問題点も多い。このため、新潟県高等学校野球連盟では、近年、小針球場での公式戦の開催回数を削減する方針をとっている。2010年シーズンまでは、春季、秋季の北新越地区高等学校野球大会の新潟県大会のうち、新潟地区予選の一部試合が行われていたものの、近年は、夏季の全国高等学校野球選手権。 新潟大会の開催球場から除外され、さらに後日の新球場整備に伴い、同年シーズンを最後に東球場での公式戦開催を取りやめた。また市内では2009年6月30日、中央区長方の新潟県スポーツ公園敷地内で、新潟県が整備事業を進めてきた新潟県建の球場が、竣工した。一方、下西区、黒崎地区の、また、 校舎の新潟市白根野球場は2013年春に竣工し、4月から教養を開始した。こうした状況から、2020年度末の廃止が検討されている。2008年まではパネル式、老朽化のため同年中に解体、撤去し、2009年にボールカウント、記録ランプを設置、2010年にイニングスコア部を増設。ただしバックスクリーンなし。 ありがとうございます。